今日は、前回の記事でお話ししたキックがスカスカっていう問題のところを解決していこうと思います。まずなんでキックがスカスカっていう前に、ちょっと私そもそもキック付きのバイクを乗ったことがなくてですね、でかつエンジンどうなってんのやっていうのをちょっと簡単に説明できればいいなと思って、自分の勉強ついでにすごいざっくりとしたエンジンの図を描いてみました。エンジンどうなってるのかなっていうと、ここのバルブのあたりからガソリンと空気が噴射されて、火花にパチって電気が通って、火花が飛ぶことによってボンっていって爆発が起こって、このピストンがこう上下されることによって、エンジンが動くわけですね。でここのピストンがこう動くことによって、そこがこう回っていく感じね、はい、じゃあちょっと実物のエンジンをお見せします。こちらが今回の KSR の実際のエンジンです。さっきのこの図解からいきますと、ここがプラグが入るとこで、ここがインテークで、ここにこうキャブがつきます。でこのキャブのここを通って、ガソリンと空気の混合がこの中に入っていくわけですね。じゃあまずキックはどれぐらいスカスカかをお願いします。今ここプラグさしてなくて穴が開いてるので、多少スカスカなのは分かるんですけど、ちょっと試しに指でですけどちょっと塞いでもう一回やってみます。それでもこんだけスカスカの状態です。今はこういう風にスカスカの状態なんですけど、ただたまにちゃんとキックが復活することもあるので、この辺のなんかギアに問題があるんじゃないかなと思って、今回はここの中を開けていきたいと思います。ここのボルトをもうすでに外しちゃったんですけど、取る時のポイントを2つ紹介します。1つはじゃん、インパクトドライバーで、どうしようかな。メリットはこう向こうにこっちね、こう押し込む力を入れて、ここスイッチを押すだけであと回ってくれるので、舐めるリスクを少なくボルトを外すことができます。ただちょっと今回これを使っても舐めてしまったボルトが1個ありまして、それがこちらです。ここのこの子、はい、電動のインパクトでも舐めてしまったやつなんですけど、それを外していくのがこちらのインパクト。このインパクトはこういう風に差し込んで、トンカチで叩いて使います。こんな感じです。でそうすると、舐める原因っていうのが、回す力はあるけど奥に差し込む こっちの力が足りないせいで、ここだけ回ってボルトが舐めちゃうという現象なので、奥に差し込む力でを強くして取ってあげるっていうことができる。で、このインパクトを使って取ったボルトがこちらです。これ、ボルト取った後にこうしておくといいよのおすすめポイントです。こうやってやるとどこにどのボルトがはまってたかが一目瞭然ですね。こんな感じになってます。じゃあ、全部ボルトを取り終わりましたので中を開けていきます。こんな感じです。